皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。朝活富山セミナーレポということで、今回はインスタ初心者向けの活用法、浜澄さんの、セミナーということで、インスタグラムのダメアカウント事例付き、SNS 初心者が90分でプロに近づく最新インスタグラム活用法ということで、今回のセミナーレポを話をしていきたいと思います。この講座ですね、非常にいい講座だと思います。受けるといい方は、インスタ初心者の方ですね。もうなんかもうライブ配信とかやってるよとか、ストーリーとかめっちゃ使ってるよみたいな方は別にもう多分分かってることだと思うんですけど、いや、インスタはなんか全然使えてないとかですね、アカウントあるけど全然投稿できてないとか、まあ投稿してるんだけど、まあいわゆる通常投稿ばっかりで、まあストーリーズとかライブ配信とかあまり、ね、うまく使えてないみたいな方は受けていただけるといいんじゃないかなと。もうバリバリ使えてる方はですね、初心者向けなので、まあ、受ける必要はないと思うんですけど、初心者の方、使えてない方はこれめちゃめちゃわかりやすいと思います。で、セミナーの内容なんですけれども、前半はですね、まあ、インスタに限らず、SNS 一般の大原則です。なので、初めの方は、なんかインスタ活用っていうことだけじゃなくて、まあ、これツイッターにも言えるよね、フェイスブックにも言えるよね、ブログにも言えるよねっていう、まあ、大原則の話をしております。そして後半ですね、ストーリーの活用法、これがね、私にとってはというか、多分インスタ初心者にとっては、すごいわかりやすいんじゃないかな。具体的にこういう機能があって、こういうのを使って、こういうふうにやるといいんですよということで、なるほどということで、まあ、あまりネタバラシすると、動画視聴もあるのであれなんですけど、まあ、要は、これ、僕、なんていうか、インスタが何が違うかって、コミュニケーションツールなんだな、というところなんですよね。まあ、もちろん、Facebook や Twitter も、もちろん、リプとか、コメントとかで、やり取りはしますけれども、まあ、インスタ、ちょっと特殊なやり取り、まあ、特殊なやり取りっていう言い方変ですけど、いやー、これ、おじさんっていう、ちょっと言っちゃあれですけど、いやー、ちょっとおじさんには無理かなーっていう感じですけど、いや、だけど、こういうのって多分ね、女性がめちゃめちゃ好きなやり取りの仕方だと思うんですよ。なので、まあ、女性向けとかはですね、こういうのをうまく活用すると、めちゃめちゃコミュニケーションになって、なんかね、お友達とつながるツールみたいなところから、なんかこうね、お客さんにつなげていくみたいなことが、まあ、できるんじゃないかなということで、このストーリーの活用法後半部分、ここ非常に具体的で、良かったんじゃないかというふうに思います。で、これ、ダメ事例ですごい笑っちゃう。もうダメ事例でも本当、まさにそれって思うのが、キャンバでデザインテンプレートで文字だけお役立ち投稿って私はダメだと思いますって言ってて、本当にその通りだと思います。いや、もちろん、うまく使えてる方はいるんですけども、いやー、もう本当その通りで、なんか、もう飽きましたよね。で、しかも全部同じに見える。で、なんかほら、統一感が大事とかっつって、まあ確かに統一感は大事なんでしょうけど、なんか見たことあるような綺麗なキャンバーのデザインテンプレートで文字だけノウハウを書かれても、いやー、もうなんかそういうのももう古いんじゃないかなって私は個人的に思ってるんですけど、いや、なんかそれをおっしゃってて、いやー、本当その通りだなってことで、いやー、なんか共感できるなというところでございます。というわけで、このインスタ初心者の活用法ですね、動画視聴もできます。あくまで初心者向けですので、バリバリもうストーリーとか使ってるとか、もうバリバリインスタライブやってる方は別に聞かなくても分かってることかなと思いますけれども、アカウントあるけれどもあんまり使えてないとか、通常投稿しか使ってないとか、とかね、これからインスタ始めるんだみたいな方は非常に役立つ投稿で、これ動画視聴ができます。概要欄にリンク貼っておきますけれども、動画視聴、2000円で、動画視聴できるということで、まあ、インスタに限らず SNS 全般の考え方としても非常にね、素晴らしい考え方かなっていうふうに思いますので、ぜひね、これ皆さん、インスタ初心者の方、これ聞いていただけると2000円ですので非常に安いので、いいんじゃないかなと思います。ちなみに私、つい最近ですね、インスタのなんか活用セミナーみたいなの受けたんですけど、もうそっちの人より断然ハマ松見さんの方がいいです。いやもうね、なんかその話、いやなんか結局その人が教えてるのって、もう本当に、まあその時はあまり言わなかったんですけど、もうなんていうの、もうそのファンを作るためのコミュニケーションツールっていうところをなんか抜かして、まあそういうことも言ってたんですけど、
なんか結局教えてるのは、なんかコメントさせて、なんかはいと言わせて、そこになんか送るとか、そういういやらしい手法を教えてたんですよ。ああ、もうこいつねえなと思ったんですけど、浜辻さんもそういうのじゃなくて、ちゃんとファンとこうね、コミュニケーションするためにっていう、もちろんノウハウも大事なんですけど、そこ目的に沿ってるよねっていう意味で、まあ、非常にね、素晴らしい共感できる内容だったんじゃないかなと思いますので、動画視聴はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、興味のある方、インスタ初心者の方は、この動画視聴を受けていただけるととってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに私、これを聞いた上で、まあ、ちょっと私、そこまでストーリーとか使えないねとか、できるけれども、ちょっとあれだなと思って、私はやっぱり、まあ、インスタも投稿してきますけれども、やっぱりツイッターとかフェイスブックが楽しいなというところもあって、まあ、これ私がオンライン傘鉾塾で言ってるところなんですけど、やっぱりね、好みが分かれると思います。インスタはインスタで好きな人、あ、こういうの好きだなっていう人は多分このセミナーを聞いてめちゃめちゃ使えばめちゃめちゃファンもいると思いますけど、私はやっぱそういうの別に、仮にそれで集客や売り上げが増えても別にそこまでしてやりたくないかなって思ってるので、まあそういう人はそういう人でいいと思うんですけど、ツイッターね、私はね、ツイッター推しなので、ツイッターの活用のことでしたら、私に聞いていただければいいんですけど、ツイッター活用術は3000円で動画視聴やってますので、もし、これを聞いて、いや、私インスタ無理で、やっぱりツイッター向きだみたいな方は、私のインスタの、ツイッターの講座を受けていただけるといいんじゃないかなということで、まあね、浜住さんの前回ですね、全然違うテーマで話されてたんですけど、こちらの話がなんかね、やっぱ本職なのか、めちゃめちゃ面白かったし、めちゃめちゃ分かりやすかったですし、まあ、例えもね、非常にいいので、インスタ初心者の方はぜひ動画視聴していただければ、笠子さんの動画を見て申し込みましたと言っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。